なんですか、ね、熱いですよ、ね、これ若葉さんの目で話す、うん、いろんな角度から好きな人がいて、かりやすいね、あんなにちょっとフラフラというか、そうですね、でもなんかちゃんとしたいなっていうのはありました。キュルルン、おかえりなさいませ。ミリさんちの経営してるクルルです。はい、今日はですね、アドマチップっていう秋葉原のフリーペーパーがあるんですけど、それにあのなんとね、くるる載せてもらえることになりました。イエーイはい、今回いろいろ写真とかも載せてもらえるんですけど、取材を受けたんですよ。その取材の内容が、あなたはなぜ秋葉原にいるんですかみたいな取材だったんですよね。まあ、それいろいろ答えたんですけど、まあ、そういうね、フリーペーパーができる裏側にね、密着したので、ぜひ見てください。どうぞ。これが中二病っぽくて推しポイントです。これディストピアって言うんですか。これは聞かずに頼んだ方が普通なんですか。あ、そうですね。じゃあこのコンセプトって中二病喫茶って、そうです、っていうのっていうお店なんですけど、はい、マリオネットなんですけど、私たちは、はい、マリオネットたちが操り人形なんですけど、はい、なるほど、深いですね。そうなんですよ。お酒の種類もめっちゃ高い。お酒ってどんな種類とかあります？すごい綺麗ですね、なんか色が。そうなんです、スケールもいっぱいあるし、ノンアルコールの機能が置いてあって、はい、一番上にゴジラがいますね。止まって、10年選手のような熟練された技ですね。そうなんです。そうなんです。できたかな。もうちょっともらえますか。ジュリアス6世をなんか動かすことって、ジュリアス6世はもうなくなってるんですよ。そのマリオネットにザクロの身を入れて動かすっていうのはやってはいけないことなので、じゃあここに動かしちゃダメなんですか。闇に葬られました
あ、これちょっと新規店なのにこれはまずいぞと思って、なんか私ちゃんとしないとなと思って、ちゃんとして今って感じです、あ、じゃあなんか子供の頃からそういうなんか責任感というかあ、でもなんかそのあんまり今まで何かを頑張ってくれた日一度もなくて、なんかたまには頑張ってみるかと思って今あのこっち恥ずかしいんですけど自分で言うのは、あの統括なんですよ、統括、はい、統括メイドペコリあ、じゃあもう新人さんというか、あ、そうです、そうです、新人さんも教えるし、ええ、まあなんか店がどういう状況かっていうのも見なきゃいけないし、あんなにやる気のなかったクルルがやる気はあります、ええ、あの、はい、前、はい、はい、そうですね、ね、そうですね、はい、後輩のことがいっぱい入ってくるじゃないですか、はい、後輩のなんかそのキャストのことが入ってきて、はい、やっぱ頼られる側になっちゃってすごい、ええってことは、なんか私がちゃんとしなきゃいけないなと思って、はい、もう引っ張ってるぞって気持ちでやってました、じゃあ本来はそういうキャラじゃなかったのに、ね、なんかそういう環境が、そうです、環境がそうさせたから、あ、じゃあそもそもなんかそのスキルは半端なかったんでしょうねそうなんですかね、はい、結構優秀な子がいっぱいいて、はい、あの私はここで店長じゃなくても大丈夫だなと思って、そのすごい優秀な子に店長やってもらって、はい、今は、うん、なんか楽しくないですか、自分でやってるっていう、はいはい、あれ全然わかんない、全然わかんないですけど、はいはい、あのなんか一般的に多い話で、昔ちょっといじめられてて、どのコンドでなんか見返してやりたくて頑張ってるみたいな子っているじゃないですか、はいはいはい、そんな感じではない、そういう設定あった方がいいですかないですけど、ないですよ、なさそうですもんね、なさそうですもんねあんなにちょっとフラフラというか、そうですね、でもなんかちゃんとしたいなっていうのはありました、できたのがこちらです、アロマチップですね、じゃーん、いました、私です、恥ずかしいあのびっくりするぐらい、多分、ね、今までのポンカンキャストにはないぐらいの生きる具合でお届けしていますはい、でこれはあれですね、いろんな店舗の情報が載ってて、どこに何がありますよっていう、あのまずマップが書いてありますね、広い秋葉原ってこんな広かったんだって感じです。でもね、これね、すごい見てほしいポイントがあって、見てください、ここ万世橋渡ったところに肉の万世って書いてあるんですけど、その横にリリーコテージって書いてあるんですよ。これ絶対リリーコテージのためだけにこの幅広げてくれたよね、このありがとうございます、ぜひ皆さんあのどこかの店でもらってみてください、であのもらってこれを持ってきてくれた人、アドマチップ持ってきてくれた人にはめちゃくちゃ褒めますすごい褒めようと思います、すごいよってめっちゃ褒めたいと思います、ぜひね買ってきてみてください、はい、はい、今日も見てくれてありがとうございました、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします、今日も元気にいってらっしゃい、はい、チーズ、かわいい、リリーコテージの副店長のルカです、猫が好きです、猫が好きです。猫が好きです。にゃんこです。かわいい。いい感じ。